こんにちは、ちびありこと七瀬ありさです。今日もですね、ちょっとスキンケア系に行こうと思います。今日のテーマはニキビを最短で治すために大切なことという、とあることがすごく大事なんですよ。私自身がね、本当にニキビがひどくて、もう1年間何をやっても治らなかったんですけど、とあることをしたら治ったんですね。でそのとあることというのは、ピーリングとイオン導入、まあこれを皮膚科に行ってやりましたよとお伝えした動画は過去に上げてると思います。で今回このニキビを最短で治すために大事なのって、実はピーリングとイオン導入するだけじゃなくてもう一つあるんですよ。まあ、結論から言うと、内側からのケアと外側からのケア、この2つをコンボでやってあげる、これが多分最短でニキビを治す方法じゃないかなと思います。なのでよく言われてるのが、例えば野菜よく食べるようにしてますとか、食生活気をつけてるのに、なんで私はニキビひどいのみたいな、あの子はお菓子食べても深夜にピザ食べても肌あれ一切してないのに、なんで私は食事に気をつけてもニキビができるのっていう方多いと思います。私もそうでした。ただそういう内側からのケアもしつつ、プラス外側からのケアもしてあげる、これが大事になってきます。で逆に外側からのケアだけだと、やっぱりね、食生活とか体の中から治っていくわけじゃないので、一時は良くなったとしてもまたね、復活してしまう可能性がありますよね。まあ考えてみてください。例えば魚を食べて食中毒に当たってお腹を壊したとします。でその時に、まあお腹が痛いから、例えば、まあ、痛み止めだったりとか、食中毒のこうね、腸の食中毒を治してくれるような薬をね、飲むとするじゃないですか。っていうケアをしつつ、また食中毒の魚を食べてたら、もう永遠と食中毒でお腹痛いのは治りませんよね。これと同じように外からのケアをしてあげると、まあ、一時的には効くんですけど、やっぱり中からも変えていかないと根本的にニキビが治るっていうところにはつながらないと思うんですよ。ということで大事なのがこの2つ、どちらか欠けてたらダメだし、両方一緒にやらなきゃいけないっていうのが私のポイントになってきます。では一体内側からのケア、外側からのケア、何がおすすめなのか、最短で治すにはどれをしたらいいのか、まあ2つねするべきだと思うんですけど、それを今日はお伝えしていきます。まずじゃあ内側からのケアなんですけれども、これはもうサラダです。私も本当に食生活ですごく肌が荒れるタイプなんですね。どれだけ肌が荒れるかっていうと、冷凍食品を食べたりとか、マックとか、某マック店名言っちゃったら大丈夫かな、あと某牛丼屋さんとか、そういったものを食べると結構次の日にニキビがポツって出たりとかするんですよ。もうこれはね、本当にすごいショックなんですよね、好きなんで。あとね、プラスお昼にね、一時期は本当に野菜をボウル一杯食べてたんですけど、最近なんか野菜の味があんまりこう美味しく感じられなくて、別にコロナとかじゃないんですけど、なんか新鮮な野菜にあんまり当たってないのか、あんまり野菜食べれなくなっちゃったんですよね。なのでそうするとちょっとね、ニキビが結構出たりとか します。で、まあ、野菜をちょっと多めに摂ってもらう。野菜食べてるよっていう人いると思います。私も意識的にもちろん野菜食べたり和食食べたりとかしてたんですけど、もうその量じゃない。野菜を多分今摂ってる量の倍ぐらいは摂ってみてください、一日に。それぐらいしてようやく変わってきました、私の場合は。でプラス外側からの、治療、まあ外側からのケア、何をするのかというと、まあお伝えした通りピーリングとイオン導入がおすすめです。ただし炎症ニキビが結構ある場合、まあ、血が出てたりとか赤く腫れてたりとかする場合は、逆にピーリングをやっちゃうと負担になっちゃう場合があるので、そこは先生とよく相談してみてください。で、外側からのケアというのは、まあ、月1くらいですかね。私の場合は本当に月に1回ピーリングとイオン導入をやってた、それだけですね。であとは、まあ、例えば、化粧品、スキンケア用品をノンコメドに変えたりとか、そういうちょっとしたところも大事ではありますが、まあその外側からのケアプラス内側もやるっていうことですね。で今ちょっとね、まあ、余談になるんですけど、この美容液で久しぶりにすごいいい美容液を見つけて、まあ、この美容液を使ってると肌の調子がいいんだけど、やめた途端なんかニキビができるっていうような美容液があるんですよ。で今本当にこれ試しに、それを美容液を1ヶ月使ったり1ヶ月使わなかったりとかっていうのを試してたんですけど、やっぱり2回ぐらいね、その美容液をやめるとニキビがすぐ出たみたいな感じのことが起きてるので、あ、この美容液の効果なんだなって、それぐらいねすごい気に入ってる美容液があるんですね。ちょっとお値段高いんだけど、だからそのね美容液もまたね今度動画で紹介したいなと思っていますが、聞きたいですかということで、ぜひね、気になった方はチャンネル登録、そして、高評価で応援よろしくお願いします。ということで、まあ、今回ね、まとめますと、内側からのケアは、とにかく野菜を、まあ、意識している以上、取ってみる。そして、
外側からのケアも同時にやっていくということが大事になります。まあ、これね本当に私も漢方を飲みながら薬使ったりとかしてたんだけど、やっぱりねそれだと効かなかったんですよね。本当に今の倍ぐらいの努力で野菜を取ったりとかをして、かつ外側からのケアもしてあげるっていうことが大事になってくるので、皆さん諦めずにぜひ頑張ってみてください。3ヶ月ぐらいやるとちょっとね効果が見えてくるんじゃないかなと思います。3ヶ月やってももし効果出てこなかったら多分やり方が合ってないんで、ちょっと別のやり方に変えた方がいいんじゃないかなと。そういう風にね試行錯誤してニキビと戦っていきましょうということで、皆さんの肌も綺麗になるように、そして私自身も綺麗な肌がキープできるように頑張りますということで、ぜひね、チャンネル登録、高評価、そして概要欄もチェックしてみてください。ではバイバーイ。